第18回衆議院議員総選挙は、1932年2月20日に日本で行われた帝国議会議員の総選挙である。内務省が発行した選挙ポスター1931年12月13日に成立した犬飼武史内閣は、政権発足当初、与党立憲政友会が174議席で少数、与党を余儀なくされた。 満州事変の処理に一段落した後、事変処理の国民的予防の増大と、政権基盤の強化を目論み第60議会の冒頭衆議院の解散、総選挙に持ち込んだ。選挙戦は、政友会が与党の立場であったことに加え、選挙前に立憲民政党が足立健造一派の離党によって分裂していたこと、犬会内閣が1931年12月に、 金の輸出禁止を実施し、これを機会に後継機に転換し始めたこと、満州事変と上海事変の戦勝などにより、声優界に有利に展開した。また、選挙戦術として、レコードや陶器映画などのメディアを使った、選挙戦術が新たな試みとして行われた。しかし、その一方で選挙戦の最中、2月9日に前、増殖であった。 民政党の井上淳之助が暗殺され、さらに総選挙後の3月5日、三井財閥の総帥であった段クマが暗殺されたことは、政党政治の未来に暗雲を投げかけた。また、政友会は301議席を獲得して、予想を上回る圧勝を収めるのだが、選挙後、中橋徳五郎内相の病気辞任を契機として、党内抗争が起こり、これを収集するのに、 犬会が手間取ったことから、犬会の政権掌握力が低下していくことになる。一方で、民政党は146議席と100議席以上、減少させる惨敗を喫し、党制の低下に歯止めをかけられなかった。立憲政友会、立憲民政党社会民衆党全国労働、大衆党革新党中立の選挙区は、無投票補欠党選投立憲政友会、立憲民政党。 ありがとうございます。